皆さんこんにちは、岡田克也です。予算委員会で安倍総理と90分議論をしました。2回に分けてこの間の議論をご紹介したいと思います。今日はまず第1回ということで、格差の問題についてどういう議論があったかということをご紹介します。まず私は政府の方が、特に安倍総理が私の質問に対して代表質問に対して答弁したことを捉えて議論しました。格差の拡大というものは認められないと、確認できないという答弁です。で、総理の方は格差を示す一つの指標である時事係数を用いて言われたと思います。もちろん本会議の答弁では時事係数ということは言われずに一般論として言われたわけです。で、時事係数についても実は若年層については格差の拡大を見られるというのが数字から導き出される結論で、そのことを言わずに、一般論として言われたということは、それは問題があるということをまず申し上げました。併せて、政府の出している経済財政白書でも80年代後半から格差は拡大していると、ジニケースを見てもですね、ということも指摘していると。ですから非常に、部分だけ取って、格差拡大していないと言ったのはミスリーディングになるということを申し上げたわけです。併せて、これからがより重要なんですけれども、相対的貧困率という考え方、これはジニケースと並んで格差の拡大を論ずる際に非常に重要な指標ですが、このことについて全く言及されていないということを申し上げました。相対的貧困率は明らかに過去20年ぐらい上がっていますし、そのことは明らかであります。このことについて私が指摘をしますと、ちょっと驚いたんですけれども、相対的貧困率の数字は日本も OECD に報告をしていて政府として認識をしているはずですけれども、厚生労働省の数字で見ると確かに上がっているが、総務省の数字で見ると上がっていないとか、そういう言い訳を始めたわけです。で、それはなぜそうなっているのか調査しなければいけないということを言われましたので、これはあまり大事なんですけれども、私はそんな今頃調査はないだろうと。そして、やはり重要な相対的貧困率の数字が悪化をしているということであれば、やっぱり正面から格差の問題は取り上げるというのが、本来政府の取るべき姿勢ではないかということを申し上げました。もう一つ格差の問題で取り上げたのが、一人親、母子家庭や父子家庭で、子供がいる、そういう家庭の貧困率、相対的貧困率が5割を超えていると。で、これは OECD 諸国の中で最悪だという問題です。私はこれは国の恥だ、国家としての恥だということを本会議でも予算委員会でも申し上げました。こういうことを放置しておいてはいけないと。もちろん子どもの貧困に関する法律というのは議員立法ですでに成立をして、それなりのことは進んでいるわけですけれども、最大の問題は現金給付、児童扶養手当、そのかさ上げが必要であるということを申し上げました。具体的には今18歳までということなんですが、これを20歳まで延長できないかと。それから第2子はプラス5000円、第3子はプラス3000円という額です。月額です。例えば第3子プラス3000円となると1日100円しかプラスされてないと。これは一体何なのかということも申し上げ、財政非常に厳しいことはよくわかると。しかし、例えば、相続税、あるいは所得税を増税するという、そういったところから財源を導き出して、こういうところに作られないかということを申し上げたところであります。もう一つ具体的に申し上げたのは、この相続税、所得税の話で、今年の1月から所得税の最高税率は 45% になりました。しかし、これは
年収4000万円以上の人、課税所得4000万円以上の人に限る話で、適用はごくわずかであります。相続税も 55% になりましたけれども、適用対象は亡くなった方の従来 4% だったものが、まあ、6% に増えたということで、決して、対象は大きいわけではありません。まあ、そういう意味でさらにもう一段増税の可能性はないのかと、そういうことを検討すべきではないのかということを申し上げたところであります。まあ、総理はそれに対して、否定的なことを述べられたわけですが、まあ、この辺が民主党と自民党の違いなのではないかというふうに思います。私も税率が高ければ高いほどいいとは思いませんし、かつて日本の所得税の最高税率は 75% の時代が随分ありましたが、まあ、そういったところに戻せということではありません。しかしあまりにもフラット化しすぎた、まあ、所得再分配という観点からそういった税制を見直すべきだということを申し上げたところです。以上です。